テレビドラマ出演主題歌起用。ナンバーアンダーライン愛の新たな挑戦に迫る。音楽業界を揺るがすナンバーアンダーライン愛の衝撃的な進撃。こんにちは。本日は、私たちが目にする音楽界の新しい地平線について、ナンバーアンダーライン愛の活躍を通して紹介させていただきます。2023年10月。 ナンバーアンダーライン愛がデビューしました。平野翔さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんからなる3人組のボーイズグループ。彼らの音楽は、R、R&B のメロディーと切ない恋心を織り混ぜた素晴らしいバラードで、まさに聴く者の心を掴んでいきます。デビューからわずか数ヶ月で、有名配信サービスの楽曲リクエストランキングで見事1位を獲得。 その後も日本のテレビドラマへの出演や主題歌起用など急速な躍進を遂げています。音楽の楽しみ方が変化し続ける中、ナンバーアンダーライン愛はその変化の中心にいます。音楽配信サービス優先が導入した優先推し匠リクエストランキングは一般ユーザーも無料で楽曲リクエストできる画期的なサービスです。これにより、 アーティストとリスナーの関係がより密接になり、多様な音楽の楽しみ方が生まれています。ナンバーアンダーラインアイは、このサービスの立ち上げ当初から人気投票の1位を独創し続けています。日テレドラマに出演主題歌担当。そんなナンバーアンダーラインアイが、さらなる快進撃を遂げています。彼らが日本のテレビドラマに出演し、 そのドラマの主題歌を担当することが発表されたのです。これにより、ナンバーアンダーライン愛の音楽が世界中に響き渡ることになります。さらに、日本でも4月26日に発表された、日本テレビドラマ出演主題歌担当のニュースは、大きな反響を呼んでいます。ナンバーアンダーライン愛の音楽が、日本のテレビドラマの舞台にも進出するのは、 まさに画期的な出来事と言えるでしょう。ドラマへの出演は、彼らの演技力と魅力を存分に発揮する機会となるでしょう。そして主題歌を手がけることで、ナンバー・アンダーライン・アイの音楽がより多くの人々の心に響いていくことでしょう。ナンバー・アンダーライン・アイの音楽は、単なるメロディーやリリックを超えて、聴く者の,の心を揺さぶり、深い感動を与えます。 彼らのテンプの才能は、これからますます輝きを増していくことでしょう。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、単なるメロディーや歌詞を超えています。彼らの音楽は、聴く者の心を揺さぶり、感動を与えるものです。彼らの才能はまさに天才的であり、その輝きはますます増していくでしょう。優先配信サービスの新機能。 音楽界における新たな動きとして、彼らが参加する優先推し活リクエストがあります。この革新的な楽曲投票サービスは、誰もが参加でき、音楽の世界に自らの声を届ける機会を提供しています。そして、ナンバーンダーラインアイはその第1回マンスリーランキングで1位を獲得しました。彼らの成功は驚異的であり、 彼らのファンは彼らの会心劇を喜んで見守っています。この無料のリクエスト機能により、より多くの人々が自分の好きな楽曲をリクエストし、音楽の世界に参加することができるようになりました。ランキング上位の楽曲は全国の街中や店内で放送されるという試みは、アーティストとリスナーの関係をより密接にし、音楽の魅力を広める役割を果たしています。 平野翔のメイクアップブランド広告出演。最近では平野翔さんのソロ活動にも注目が集まっています。先月、彼がイメージキャラクターに抜擢された K ビューティーブランドワンジュンギョヘアーの発売を控え、SNS 上では彼の美しい姿が話題になっています。8500件を超えるコメントが寄せられるなど、彼の人気の高さがうかがえます。 ファンからは、世界イケメンと賞賛の声が上がるほどです。平野さんの美しい姿とカリスマ性が、製品の魅力をさらに引き立てるでしょう。ファンたちは、彼の新たな挑戦に注目し、熱いサポートを送り続けています。平野さんの大きな成功には、彼の魅力だけでなく、社長の滝沢秀明さんの卓越したリーダーシップとビジョンが大きく寄与しています。 これからもナンバーアンダーラインアイの会進撃に期待が高まります。彼らの音楽が世界中に響き渡り、より多くの人々の心に深い感動を与えていくことでしょう。そして驚くべきは、彼らのグローバルな活躍ぶりです。2024年4月のコーチェラフェスティバルでの圧倒的なパフォーマンスは、世界中の音楽ファンを熱狂させました。さらに、 メンバーの平野翔さんが K ビューティーブランドのイメージキャラクターに抜擢されたことで、アジア圏を中心に注目を集めています。ナンバ・ーアンダーライン・アイの会心劇の背景には、彼らの才能と魅力はもちろんのこと、所属事務所、戸辺の戦略的な支援も大きな役割を果たしています。プロデューサーの滝沢秀明さんは、元ジャニーズ所属のメンバーを起用するなど、 ユニークな試みを重ねており、ナンバーアンダーライン愛の躍進に大きな影響を与えています。その背景には、所属事務所、トベのプロデューサー、滝沢秀明さんの卓越した手腕がありました。ジャニーズ出身のメンバーを抜擢するなど、常に新しい挑戦を続けているトベは、ナンバーアンダーライン愛の飛躍に大きく貢献しています。このように、 ナンバーアンダーライン愛の活躍は、音楽の未来を切り開く新しい地平線を示しています。彼らの姿は、アーティストとリスナーの関係性の変化、音楽の楽しみ方の多様化、そして、グローバル市場への挑戦など、音楽界全体の進化を象徴しているのかもしれません。これからも、ナンバーアンダーライン愛がどのようにして、音楽シーンを牽引していくのか。 注目していく必要があるでしょう。彼らの才能と可能性は、まだまだ無限大です。音楽ファンの皆さん、ナンバーアンダーライン愛の快進撃にご注目ください。そして、これからの音楽界の新しい地平線を一緒に見つけていきましょう。ここまでの快進撃を見ると、ナンバーアンダーライン愛が音楽業界の新しい地平線を切り開いていることがわかります。 彼らの才能と人気は、音楽ファンの心を動かし、アーティストとリスナーの関係性を一新しています。これからも、ナンバーアンダーライン愛が音楽の可能性を最大限に引き出し、さらなる高みを目指していくことでしょう。私たち音楽ファンにとっては、彼らの活躍を心から応援し、一緒に新しい時代を築いていきたいと思います。 これからもナンバーアンダーラインアイの快進撃に期待が高まります。彼らの音楽が世界中に響き渡り、より多くの人々の心に深い感動を与えていくことでしょう。最後に、ファンの皆さんに質問です。ナンバーアンダーラインアイの今後の活動にはどのような期待をお持ちですかまた、彼らの音楽がどのように皆さんの心に響いていますかぜひ、 コメントでお聞かせください。ナンバーアンダーライン愛の快進撃は止まるところを知りません。彼らが手掛けるあらゆる挑戦が音楽ファンの心をわしづかみにしています。